教人は、福島県藍津のよさこい団体である。名称の由来は、里に集う人々である。2001年、福島県南藍津郡下郷町にある下郷町、商工会青年部のバックアップの下、地元である藍津の歴史と白古代の精神を、郷土芸能として伝承することを目指し、現、代表である、渡辺はじめにより設立。第1回から参加する、美しい。 ま、ヨサコイ祭り、ヨサコイソーランジュニア、東日本大会における活躍によって、特に、福島県内で広く認知されている。ヨサコイソーラン祭りをはじめ、県外外のイベントにも多数参加。強人には、すべての会員を対象とした、本体と、中学生以下の子供のみを対象とした、コメラの系2チームがある。強人コメラは、ヨサコイソーランジュニア、 東北大会を機に2002年に結成された。狂人のメンバーによる指導の下で狂人コメラ単独の作品を作っている。作品作りは、合図魂、銃の掟手を基本に、福島県の民謡、合図万代さん、2007年からは、百虎体を取り入れ、地元である合図に込められた熱い思いを踊りで表現する。毎年新しい作品を作るが、過去の作品は、 使い捨てではなく、イベント等で披露する。毎年チーム主催でのよさこい祭り、狂人祭りを開催。ありがとうございます。